カーモンシティ、どうも大丈夫です。しゃということで、本日なんですけれども、あまり特にね、試合とか関係なく、えー、ちょっと喋り動画にしようかなと思ってるんですけれども、えー、前回、前回というか、えー、チェルシー対リバプールカルボカップ決勝、えー、配信ね、来ていただいた皆さん、それから、えー、と、試合前、たくさん盛り上げてね、 えっと、マッチプレビューの動画と、えー、っと、あおり V と、それから試合後のリアクション集、えー、見ていただいて、えー、本当にありがとうございます。一連ね、えー、シーズン1、えー、見事にね、結構やっぱチャンネルもシーズン1がここで終わるっていうのをやっぱ、境にね、結構たくさんの方が、えー、見ていただいて、えー、チャンネルにも弾みがついた、えー、最後の最後でちょっと弾みが、えー、ついた、えー シーズン1、えー、本当に素晴らしい年間のストーリー,、えー、見守っていただきありがとうございます。えーまあ、今後ともお願いしますということなんですけれども、今日は、えー、シーズン2が、えー、プラックフットボールチャンネル始まるんですけど、えー、シーズン2の意気込みだったり、目標だったり、ちょっと軽く喋ってみようかなと思いますんで、喋りたいと思います。はい。ってことで、 やっていきましょう。しゃええー、まあちょっとシーズン1の振り返りをざっとしていこうかなと、思います。えー、まあ僕個人の話ですね、これは。うん。まあシーズン1といえば、もう、えー、マンチェスターシティ、えー、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FA カップの3冠達成、そして2023年、えー、その3タイトルに加えて、 えー、クラブワールドカップ、そして、ウェファスーパーカップタイトル。えー、で、合計5冠獲得。えー、本当におめでとうございます。ということで。いやー、配信頑張ってよかったですね。本当に。うん。2023年は結構、飛躍の年でございましたね。はい。ということで、えー、結構ね、えー、長らく、えー 戦ってきましたけども、えー、本当に楽しい、えー、シーズン1でございました。えーまあ、ここからのね、展望っていうところで言うとうん、まあこれからシーズン2が始まっていくっていう中で、<coughs> もう結構ね、ほとんどの、えー、タイトルを総なめしてっていう中で、うーんこれから、えー、の目標というかね、 何を目指して頑張っていくかとかっていうのも含めながら、まあサッカー的な目標とか、まあ YouTube 的な目標も考えながらっていうのがですね、ちょっと喋っていこうと思いますけれども。うーん、そうだな、シーズン2は、うーんもう、ね、めっちゃ目標があるわけではないんですけど、えー、とりあえずもうね、シーズン2、えー、っと、一番最初ら辺にある、ディワプーブル大マンチェスターシティ、えー、この、 大一番が、えっ、ー、と、3月の11日にあるんですけど、この試合に勝ちたいということですね。はい。シティはね、こうもう3冠達成したんですけれども、えー、もうペップシティの、えー、この歴史において、あのー、アンフィールドで勝ったのが1回だけとかかなだと思うんですけど、 っていうぐらい、アンフィールドは大の苦手です。それから、えー、っと、トッテラム・オッドスパースタジアムうん。アウェイトッテラム戦も大の苦手ということで。えー、まあでもね、トッテラム戦はシーズン1の最後ら辺、えー、っと、カラバオーカップじゃないわ、FA カップか。の4回戦とかでやって勝ちましたね。はい。あれはすごく嬉しかったところではありますね。で、えー、っと、ただ、アンフィールドでは、あの、あんまり勝ってなくて、 えー、最後に勝ったやつも、2021年かなの、アンフィールドでの一戦だったんですけど、4-1で勝ったんですけど、それでもやっぱりね、えっ、ー、と、ディフェンス、あ、あリバプルのディフェンスラインが崩壊してて、その時は。うん、多分、ファビーニョとヘンダーソンの2センターバックコンビとか、そんなんで、あ、違うかなもしかしたら違うんですけど、でもセンターバック本職がいない中での戦いだったんで、まあちょっと、 うんちょっと力の差見つけつけたなっていうところがあったので、個人的にはね。うんそういうところも含めて考えて、えー、ちょっともう一回お互いうーん、えっと、完璧な状態で戦うことが必要だなとは思ってるんですね。まあ、それでも今回の多分対戦は、3月11日の対戦は多分、あの、 リバプルは怪我人が多いと思うんですけど、それでもね、やっぱもう一度勝っておきたいっていうのが僕の中ではあって、うん、なんか3冠達成したのにやっぱアンフィールドではいい思い出が全然ないっていうのもあるので、えー、最後のペップシティバーサスクロップリバフルになると思いますんで、えー、自害比でも勝ちたいっていうのがまず目標。結構シーズン2、早々と、えー、一つ目の目標が来ちゃったんですけど、 この目標をまずクリアしたいとは思ってます。もうクロップがね退任しちゃうんでね、えー、その前にちょっとけじめとしてやっておきたいというのが個人的な目標かな。あとはチャンピオンズリーグ連覇じゃないですかね。もうチャンピオンズリーグ連覇したらとんでもないですよ。あとはプレミアリーグ4連覇、前人未到のをやりたいなと思ってます。だからもう どっちか取りたいですね。最低限。今シーズン。うん。プレミアリーグかチャンピオンズリーグどっちか取りたいですね。うん。まあ、リバープールとのタイトルレース、リバープールアーセナルとのタイトルレースがリーグ戦ではあって。チャンピオンズリーグはまあ優勝候補はシティ、レアル、うーん。順当に行けばアーセナルなのかなとは思うけど、まあ、アースナルちょっとね、経験値が足りないところもあるかもしれないんで、どっかで落とすかもしれないんですけど。うん、まあ、そうですね。チャンピオンズリーグも、 本当に、結果的にやっぱ、総合的に強いチームが勝つと思ってるんで、チャンピオンズリーグも。まあ、リーグ戦はね、最近、また調子良くなってきてますし、うん。まあ、後半戦は、まあ、まあまあ強いなっていうのはあるんで、ええー、自画でも勝ちたいなとは思ってます。どっちかね、取りたいですね。はい。まあ、そんなもんですかね。うん。そうだね。うん。大体、 このぐらいの目標ぐらいしか僕はないんですけど、うん、あとはやっぱりね、あのー、脇広さんにタイトルを取ってほしいっていうのも目標かなとは思いますね。うーん、やっぱ、ね、コンビで勝ちたいっていうのはあるんでね、このプロフットボールコンビで勝ちたいっていうのはあるんで、うん、やっぱね、僕も刺激ありましたよね、あのー、テルシー・リバプールの試合は、やっぱ、 ある意味刺激をもらったというか、なんかこっちも悔しくなるような気分にはなったので、うん、そうですね。えー、チームで勝ちたいなっていうか、この YouTube コンビで勝ちたいっていうのはもちろんあるし、ワイキロさんもそれは思ってると思いますんでね。はい。ってことで、長くなりましたけども、えー、僕の目標はざっとこんな感じですね。はい。まあこれからまあシーズン2ね、僕にどんな試練がやってくるのかわかんないんですけど、 えー、頑張りますんで。はい。まあ、あとアーセナル、あ、今シーズン負けたアーセナル、アストンビラとウルブスにリベンジしたいですね、俺は。ってことで、えー、とりあえず、まあ、打倒リバプールアースナルアストンビラを今シーズンの目標に抱えて、抱えながら、えー、最終的な目標、プレミアリーグ優勝もしくは、えー チャンピオンズリーグ連覇のどちらか、もしくはどっちともちと頑張って取りたいと思いますんで、みんなも、シティファンの皆さんも応援していきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。シャッカモン、シティシーズン2も頑張るぞ